いただきます。なんか変な気分だね。さっきまで軽井沢にいたのが夢みたい。東京来ると急に現実に引き戻されるね。昨日の夜あんなに盛り上がってたのに。昨日の夜、え、もしかしてしたの覚えてないの？う、嘘、してないよね。いや、したじゃん。ちゃんと思い出してよ。ちょっとトイレ行って頭冷やしてくる。覚えてないのかな。枕投げしたの。まあ、レイコちゃん結構酔ってたしな。ただいま。やっぱ嘘だよね。まだしてないよね。いや、したじゃん。レイコちゃん結構激しかったよ。激しい？私そんな積極的だったの？結構叫びながらやってた。叫ぶ？私そんな洋物スタイルの女なの？俺もさすがにやり返そうと思って一応痛がらないように慎重にやってたんだけど。ちゃんと心配してくれるなんてジェントルマンね。まあでも柔らかいから大丈夫かなって。しっかりしなさいよ。お前のジェントル震え立たせろよ。レイコちゃんもどんどん興奮してきてさ。やだ、そんな聞きたくない。途中からもはや殴ってたよ。ハードプレイに突入。やだ、私サディスティックな一面もあるの？レイコちゃんのせいでもほこりがやばかったよ。男のプライドをへし折るほどの恥辱プレイ。ごめんね、サンノスケ君。最終的に隣の部屋の人に怒られちゃったもん。子供みたいな遊びするなって。めちゃくちゃ大人だけど、究極にアダルトな遊びだけど。そう、俺中学校の時にやったけどな。そんな早く？結構混ぜてるのね。友達と8人くらいで。マセマシマシのマセガキじゃない。青春だよね。枕を交わした中ってやつ。もうほんとハレンチなんだから。まあ思い出ってやつ。今回の旅もいい思い出だよ。あ、思い出といえばさ、ん？これよかったらあげる。どうしたのこれ。いやー、自分用に買ったんだけどちょっと手が滑って2つ買っちゃったみたいで。朝日ちゃんにあげなくていいの？あー、朝日はほら金属アレルギーだって。え、キーホルダーもダメなの？とにかくあげるわよ。まあ別に趣味は人それぞれだし、強制するものでもないし、いらなかったら別につけなくてもいいから。どう？え、似合うかな？うん、とっても素敵だよ。